こんばんは、ロンチーこと中村哲也です。今、JR 中央線高蔵寺駅に来ております。はい、2名の方ご閲覧ありがとうございます。匿名コメントさん、コラロンチーということで毎回怒られてしまいますが、よろしくお願いします。ロンチ自体13年ぶりにこの高蔵寺駅にやってまいりました。ちょっと駅の方行ってみましょう。ゆとりとラインです。バス、一応バスで、大津に行き、まあ、あの時刻表はこんな感じ。13年ぶりに来たんだけど、全然なんか雰囲気が変わっております。はい、こんばんは、ロンチこと中村哲也です。今、JR 中央線の高蔵寺駅にやってまいりました。13年前とはだいぶ変わってしまいました。ミストがあります。米表があります。こっち側が南口なのかな、南口です。とりあえず、コンコース、改札出てコンコースから出てくると自販機が1台2台で3台入れます。タチアというあの
スーパーです。閉まっておりますが、松本清志。まあ、ざっくりこんな感じのお店が揃っております。ベルマートキオスク、夜9時閉店です。もうあのシャッターが折れています。はい、こちら南口で、こっちが北口の方行ってみましょう。匿名コメントさん、おいロンチーということで、はい、ロンチーです。このH から階段で上がっていくことができます。あ、公衆電話が1台、1機、2機で3機ある。3機もあります。ここは愛も階段から上がっていけます。J、 はい、同じく階段から上がっていけます。K も一緒で上がっていけます。L も階段上がっていけます。ここは M、 はい、で一度上上がりたいから、どうしようかな、この N の方から上がっていきます。はい、上がります。上がってきました。上がってくると、あっちが駅ね。こんな感じ。
こっちが構造寺駅北口自転車置き場、自転車自転車置き場です。13年前来た時はこんなに立派でなかった、なんかあの向こうの方に見える、デイリーストア、ここにこれぐらいしかなかったんだけど、だいぶ立派になりました。あ、桜が咲いてるので見てみましょう。はい、桜咲いております。はい、こっち側もちょっとライトつけます。まあ、こんな感じで桜の木が一本あります。駅から歩いてくると公園があります。ちょっと上がってみます。こんな感じ。結構高い、なんか高いものがあります。これは何だろう、何て書いてある。鐘ですね、これ。駅から出るとこんな感じの、こっちは北口ですが、出ると公園になっております。じゃあ駅の方向かっていきます。
鳥貴族です。お客様がいます。はい、トレイ貴族です。昔は13年前に来た時はこのレイリー山崎氏しかありませんでした。これは駅のホームです。こっちが、名古屋方面で、こっちが岐阜方面になります。押してくださいになってるんで押します。南口がこんな感じです。これは ここは降りると、アルファベットの何になるのかな。降ります。A です。A から降りてきました。せっかくなので、今度は G だったかな。G から降り、G から階段を登ってみます。ここが B。ここは C です。はい、2名の方、ご閲覧ありがとうございます。
ここが D の階段。ここが E の階段です。F の階段、さっきは N の階段から登ったから、今度は G の階段から登ってみます。ここが G の階段、登ります。あ、階段じゃない、スロープになってます。階段じゃなかった。G だけ、スロープになっております。出てくるとさっき歩いたところ、通り貴族のところに出ました。どうしようかな。向こうに行くのにはやっぱり地下道を歩いた方が早いから、地下道から行ってみます。で、向こうの方へ歩いていきます。日曜日の、夜9時15分ですが、そこそこ、人がいます。青少年に明るい家庭、良い環境って書いてあります。ここに自販機が2台あります。
構造寺駅です。こんなが見えようかな。ここになります。はい、で、今日この見にくいけど。金山というところから乗ってきました。金山までが、420円戻ったかな。こんな感じで。左こっち行くと北口で、こっちに行くと南口です。残り1分となってまいりました。はい、ありがとうございました。JR 中央線構造寺駅からでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またね。